秋元氏は日本の氏族。本生は藤原氏で宇都宮氏の一族と伝える。江戸時代に不代大,大名となった。宇都宮頼綱の古代行が13世紀前半に、和佐国主主軍秋元僧を領して、本願としたのに始まる。その後し朝の時に秋元の名字を名乗ったという。戦国時代に入り、慶長が深谷上杉氏に仕えている。 これ以前の動向は、はっきりしない。戦国時代に、長朝は、相模国の御北上氏、ついで関東へ転放された、三河国の徳川家康に仕え、その新参家真僧に加わる。関ヶ原の戦いで、上杉影勝の投降を促した功により、慶長6年上の国僧蛇藩一万国に、加増された。さらに、大朝は、将軍職を譲り、 寸府に移った家康に仕える寸府財番衆のうち、本田正澄を筆頭とする、金所出頭人に連なる。元那2年の家康の死後に、寸府財番衆が故障組に吸収され、隊長は、元那8年に、父、町長が死去すると給料を合わせ、海の国東部の軍内領を支配する、徳川家臣、鳥居氏の海役に際して、軍内領の谷村藩。 一万八千国へ加増された。時代の戸岳から養子としてきた高友は、初代川越藩主となり、幕政において老中に就任する。谷村藩政においても軍内式の奨励や、谷村大関、新井倉掘り抜きの改作を行ったとされる。宝永元年には、甲府藩主か柳沢氏の丘陵である武蔵国川越藩五万国に、栄天し鈴朝の第二、 では国山形藩六万国となる。鈴浅はさは、老中、田沼をきっぐと対立したと言い,い、以後は、不具を囲った。高下2年に、上野国立林藩六万国へ転校された。江戸城では、元館詰め。明治維新後に死尺となった。菩提寺は、群馬県前橋市の高岩寺。墓所は、高岩寺近隣の宝刀山古墳に存在。また、 秋元氏には、道の苦国和野郡に分流が存在する。大業の子孫とする秋元氏が、和野郡内の国人として、鎌倉時代に活動した。しかしその後の動向は不明で、大名家の秋元氏との関係や分派時期も不明である。秋元家臣は最も古い上、僧侶時代の家人を中核とし、武蔵深谷時代。 上野僧者藩時代にも、普代家臣が拡充され、谷村藩時代には、谷村普代や旧鳥居系家臣が取り立てられた。竹持時系の子。母は、有馬直澄と、徳川家康養女国姫の娘。尊海掛川藩主、大田助春の逸尾。須尾徳山藩主、毛利元公の三男。ありがとうございます。